越中船橋駅は、富山県中西川郡船橋村地区内にある、富山地方鉄道本線の駅である。駅番号は、T07。2000年に、中部の駅100線に認定された。駅舎には、船橋村立図書館が併設している。1928年2月に、船橋村村長に、稲田賢治が就任する。かねて、 船橋村に鉄道を付設する構想を持っていた稲田は、1929年5月31日に、大岩鉄道の追加発起人となった佐伯宗義に面会した際に、その事業への参画を希望されたため、計画線は 5km 以内の移動であれば、比較的自由に行えうることに着目して、当初利田村を経由するはずであった線路の大部分を、 船橋村経由とすることにしたという。折から利田村においては、鉄道不設に反対する声も上っており、予算的にも、船橋村経由が交通合であったことから、稲田カーブとも称された、路線変更は決定された。なお、船橋村内においても、利田村のように、鉄道不設に反対する勢力はあったが、稲田は、朝鮮人労働者200名を動員して反対派の、 小屋を撤去して焼き払い、同村内に設置されるべき駅を中心とする村づくりの構想を進めたと言われる。昭和60年代に入り船橋村の人口が停滞するとともに当駅の利用者数も低下し、富山地方鉄道は駅の無人化と当駅停車本数の削減を同村に対して打診した。富山市中心街に対する交通の便が良いことを村の利点としてきた。 船橋村は、これに、危機感を抱き、1988年3月に、船橋村魅力あるまちづくり基本計画において、駅舎の改装を、検討課題とし、1990年には駅に、図書館を併設することを決定した。その後、村民から提出された、図書館建設に関する、要望書の意見をもとに、富山県外の図書館併設駅舎を参考にして、 1995年中に、駅舎に、図書館を中心とする、情報センター的役割を与える構想を固め、1996年には、船橋村文化、福祉複合施設建設事業として着工した。駅舎は、1998年3月31日に、竣工し、併設する船橋村立図書館の貸し出し業務は、 翌日の1998年4月1日より開始した。開館1年目の船橋村における図書貸し出し数は村民1人当たり51冊。翌年の1999年には67冊となって全国的にも高い利用者を数えることとなった。また1993年にはパークライド用の駐車場を開設。 村外の利用者を増加させることにも成功している。これらの事業の成果による、駅利用者数の増加によって、富山地方鉄道は無人化の計画を撤回して、朝8時に停車する列車の本数を3本から6本に増やし、休行の停車を開始した。開業当時の越中船橋駅相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅である。駅員配置時間は、 平日の7時から9時までで、それ以外の時間帯は無人駅と同様の扱いとなっている。駅舎南側には地下自由通路で連絡している。前述のように駅舎内には船橋村立図書館が併設されている。また、かつてはハンバーガー、カフェホーズキという飲食店が入居していたが、2016年8月21日に営業を終了し、 2017年1月27日にお食堂が開業した。近年の1日平均上工事員は以下の通り、ありがとうございます。